キャベツなどの野菜の高騰が止まりません。県内でも買い物客や飲食店から悲鳴が上がっています。この高値、いつまで続くのでしょうか。サクサクです。そしてやっぱりとんかつに欠かせないのはキャベツですよね。このキャベツいくらでも食べられちゃいます。とんかつの付け合わせの定番、千切りキャベツ。このキャベツの価格が今高騰しています。こちらは松山市のスーパーです。こちらのキャベツになっておりますね。はい。で現在1玉380円、これが例年のだいたい2倍から 2.2 倍ぐらい、はい、お値段の方が高くなっていると。店に並ぶキャベツの価格は去年の 2.2 倍の1玉411円。ブロッコリーも 1.8 倍の1個322円に。春先に気温が下がり雨の量も多かったことから野菜全般の生育が遅れ、出荷量が全国的に減少していることが原因だといいます。全体的にやっぱり量が少ない分お値段が高くなってきていると。特にキャベツは不作により愛知などの主要産地に全国から注文が集中し高騰につながったということです。こうした中、スーパーでは玉で買うよりかはこの2分の1もしくは少量でよろしい方はこちらの4分の1っていう形でね、はい、やっぱり少しでも家計を抑えるために小さくてもいいからっていう。半分や4分の1にカットしたものや価格が安定しているカット野菜を多めに陳列するなど買い求めやすいよう工夫しています。高いですね、キャベツやね、キャベツ、安いとこが時々スーパーにあるやん。そこめがけてそれまで我慢してカット野菜でしのいで、安いスーパーのチラシがあったらそこで買ってる。やっぱキャベツとか白菜、レタスとかが高いなって感じます。毎日基本的に使っているので割引になっているものだったりとか、こういう産直でちょっとでも安く買うようにしてます。野菜の価格高騰の影響は創業58年のとんかつ専門店カツレツ亭でも。もう今はもう通常の2倍ぐらいの価格になっておりますね。この店では1日に平均で10キロ、土日には20キロものキャベツを使用しているといいます。県産豚を使用した一番人気のヒレの一口カツ定食にも千切りキャベツがドドーンと山盛りに。定食のキャベツはランチメニューも含めてすべておかわり自由です。いつもおかわりするんですか。そうです、いつもします。家ではこんなの食べれんからね、ここへ来ていっぱい食べてるの。キャベツの価格が上がってもおかわり無料サービスは継続しています。お客様がもうそれを楽しみにお越しいただけるので、もう創業以来それはもうずっとどんなことがあっても価格がいろいろ変動してもそのサービスは続けさせてもらいたいと思っております。またメニューの価格もキャベツが上がったからといってその分は上げてはおりませんね今は。はい、まあ、キャベツの価格も変動しますから、まあ、今はもうちょっと一時のことかなと思ってそこはちょっと努力して踏ん張っていきたいと思ってます。この店では設備や仕入れの見直しを行うことで物価高に対応しているということです。松山市中央卸売市場の卸売業者マルオン松山中央製菓によりますと、今後は産地の中心が北日本に移ってくるため6月以降価格は平年並みか平年より低くなると予想していますが、キャ
キャベツなどは露地野菜のため梅雨時の雨の影響が心配と話しています。